無理かもしれんけど、里江さん無理やな多分ね無理やわ。プリン将軍やってずっとコラボし、僕もコラボしたかったんですよ。いつもね終わり際でちょっとあ、そうなんですね。すみませんね、いつも。いやいや、はい、すみません、すみません。ありがとうございます、プロソルさん。よろしくお願いします。バトルしようぜ。いや、すみません。挨拶だけしようと思って。はい。はい、どうぞ、すみません、お願いします。いやいや、すみません、すみません。すみません、プロソルさんとね、はい、ずっとコラボしたいと思ってましたっていう挨拶だけ。今日はもう、リスナーさんとちょっとお話しして終わっちゃうので、はい、またやりましょう。コラボしてください。お願いします。え、もう終わるんですか？そうなんですよ。もうお話ししてもう終わっちゃうんで、はい。マジか。すいません、すいません。一回だけ。でも挨拶だけしたかったんで。あ、マジですか。ちょっとじゃあ、はい、すいません。これ全部里湯足せよこれ。あ、わかりました。あ、行くよ、行くよ、行くよ。はい。はい、いや行くよじゃなくてもう終わってんねん。58293。58。あ、何言ってん。7586じゃんお前。俺今やったの掛け算だから。え、掛け算やったらもっと桁数多なるわ。315から45桁になるから。いやー、強すぎるわ。いやー、本家やばいっすね。ありがとうございます。すいません、じゃあまたコラボさせていただきますと。え、ありがとうございます。黒曽根さん、年近いんすか僕と。え、あ、俺29です。あ、そうなんすね。はい、里江さんは今年28です僕。おい、年下やこれ、俺今年30じゃん、2歳も離れてんねん、敬語使い、敬語は。今年30なんですね。今年30、みとしです。よろしくお願いします。パイセン、パイセンお願いします。いやいや、もう電卓ないとき、すぐ連絡します。いやいや、時間かかるやろ、その方が。いや、プロソーさん使いたいんで。はい。嘘、はい、つけい。里江さん、なんか夏江ココとコラボやりすぎで、奥さんにブチ切れられてましたやん。どんだけ古い動画見とるん、動画どんだけ古い動画見とるんすか。いや、5年前や。5年前か。5年前か。すいませんね。いやけど、里江さん、ほんまにね、もう、本部の人に気に入られてね、もうオフラインイベントとかね、渋谷でやるんでしょ、羨ましいな。プロソロさんも近いですよ、もうすぐでしょ。いや、そんなことないっすよ、テレボンで。すぐ公式マークですよ、もう。すぐ抜かれちゃいますね。ですかね、もう、本当にもうそうなりたいっす。ちょっとなんて無理だっつった今。プロソロさんがね、解けない計算教えましょうか。はいはいはい。これ、ここでジュピターあるでしょ、ここジュピター。ジュピターあるでしょ、ジュピターここに。これジュピターあるんです、ここにジュピターね。あ、それジュピターっていうんですか。はい。ここにカシウス。これカシウスって言うんですけど。それニキビってやつじゃないですか。いやいやいや、これカシウスがあるんですよ。このカシウス、ここにロンギヌス。カシウスとロンギヌス。はい、これね、これ、足したらどうなると思う、はい、知ってますこれ、計算。わかりますこれ。カシウスとロンギヌス、わかりますどうなるか。ちょっと難しいですね。はい。じゃあちょっと答えてみてください。答えですか？あ、手滑った答えが、はい、答えわからんかった、手滑った答えだけ。対戦拒否されたんやけど。ほな、答え？答えは、答えは、草。草。里雪草。うえ、歯磨いてたよ、こいつ。エヴァンゲリオン歌手ですとロンギヌスでエヴァンゲリオン。あ、そうなんですか。俺エヴァンゲリオンザーンコクナの歌しか知りませんわ。俺二次元オタクちゃうんで、三次元のアイドル女性が普通に好きなんで。うん、わかりました。ね、プロソさんまたよろしくお願いしますね。はい、お忙しい中。はい、またお願いします。すいません。はい、失礼いたします。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。見に行ったけどプロソロさんのコメント見つからなかった。見たかった。ヒカルのコメントの返信にあると思うよ。おもろすぎ。さっきココさんとやってたな。うわ、夏江ココさんとやりたかったし、ゆきんぴさんともやりたかったさ。里江さんめっちゃ冷静なんだよ。それな。冷静すぎてね、おかしいのよ。